はい、ございます。はい、本日1月29日はなんと中目黒目黒さんのお誕生日です。何歳になったんですか？34になりましたよ。10プラスしましょうよ。やっとね。やっと40代目前になりました。死者誤入してもまだ30代。34歳の目黒さん、はい、ありがとうございます。もう嬉しくないけどね、この年になると。もう嬉しくないけどね、この年になると。え、なんか誕生日忘れる、誕生日っていうか、その自分の年齢忘れるとかないですか？年齢は忘れないけど、なんか思い出すことが何回もあるからね。え、夜の店とか行ってなさいって言われてねえ、よく思い出すから何歳なんですかってでもなんか誕生日は、うん、さっきミーコに声かけるまで本当忘れた。あ、そっか、29日かみたいな。そうそうそう、ああ誕生日だったと思って。ああ誕生日は思い出せないと。うん、なんか誕生日あんま自分の中で重要視してないかもしれない。特別な日ではないんですね、うん、特に通過点です。通過点です。やべ、抜かれるな今抜かれたでしょいくつか質問をしていくので答えていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。まずは名前の由来ですね。中目黒目黒ってなんでついたんですか？これは俺が入ってきた時に、僕はローリング地沢さんっていう大先輩がつけてくれたんだと記憶してたんですけど、うん、実はあのセガにいる西村健作さんが健作さんつけてくれたって本人が言ってまして、まあなんか中目黒に住んでそうな姿をしていたから、中目黒に住んでそうな姿をしていたからっていうね。あ、そういうことなんですか？そうです、ただそれだけです。だからなんか中目黒に住んでそうな目黒ってことで中目黒目黒っていう。あ、そういう感じですか？よくだからメーカーさんとかに中目黒に住んでんですかってよく言われるけど一回も住んでないです。もう全然一回もないです。あれですね、カオリンゴさんと一緒の埼玉県民ですか？そうそう、埼玉県民です。埼玉県民のプライドを。埼玉県民はね、全く土着がない、なんかその愛着がない。埼玉に対して全然ない。もうダサい玉って言われても全然悔しくない。もうダサいもん。もうダサいもん。めちゃめちゃ、そうなんだ。全然なんと思ってないよ。気にしてないですか？だって普通に東京にも普通にバッて行けるしさ、まあディズニーランドにも行けるしさ。行けますね。だからなんかそんなにね、あと逆に埼玉ってさ、名産とか特にないじゃない。まあ、分かんないけど、調べようともしたい。あ、美味しい。草加せんべいぐらいだよ、多分。あ、あるの、あるの、分かんないけど。そんななんか、はい、埼玉に愛着はないんですね。ないんです。でも好きです。あ、でもいいところだと。うん、まあ、いろんなね。住むにはいいところ。住むにはいいところ。うん、じゃあ、どんどん次の質問いきますね。はい、次の質問は、誕生日にもらって嬉しかったものってあります？めこさん、誕生日あんまり、そう。ね、気にしないみたいな感じですけど。そう。俺、多分ね、親には悪いんだけどね、誕生日の誕生日プレゼントもらった記憶ねえんだよな。嘘。誕生日の誕生日プレゼントもらった記憶ねえんだよな。嘘。俺もらってたのかな。もう記憶がない。なんか多分ね、下手すると俺1月じゃん、うん、それクリスマスじゃん、うん、一緒だった気がするんだよな。あ、まとめてもらったってことか。そう。あ、じゃあ、うん、ないようなないような気がする。気がしますよね。大人になっても誕生日ってさ、なんか2パターンあるじゃん、うんうん、なんかサプライズ的に、あー、びっくりあげる、うん、商品もさ、こっちが考えてあげる、うん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 、もう一つはさ、あっちが欲しいものをあげる、あー、2パターンあるでしょ、うんうんうん、俺あっちが俺が欲しそうなものを考えてくれたものってすごい悪いんだけど絶対使わないんだよね。絶対使わないんだよね。ほんと最低。だってそれ買うんだったら俺のちょっと好み聞いといてよとか思うじゃん。確かにね、まあ、ありますけど、うんうん、好みじゃない、なんかちょっと外れてるなっていうのをくれるから。そうだから俺今の嫁さんが初めてくれた誕生日プレゼントなんかリュックだったのね、うんうんうん、全然俺好みじゃなかった。だから俺一回会社持ってきて、ずっと会社の家の下にずっと置いてあった。そう、小屋子にしてたんですか？小屋子じゃねえよ、お守りにしてた。お守りにしてた。お
守りにしてた。うまいこと言うわ、本当に。これ奥さんが見ないことをね、そう本当にやばい、ね、祈る限りですよ、ね、うん、ちょっと謝っといた方がいいですか、一応リュック今ちょっとどこ行っちゃったか分かんないんですけどその説ありがとうございましたこれぶっちゃけ話じゃんなってんじゃん、これ確かに。完全に目黒さんの人生のゲームを教えてください。人生のゲーム難しいよね。あー、なんだろうね。でも目黒さんもともとだって最初ゲーム業界の編集じゃなかったじゃないですか。全然違うと思いましたね。全然ファッション系のどっちかというとおしゃれな方行ってたんじゃないですか、うん、そこからファミ通に移動した時が、ね、思い出深いゲームっていうよりかはやっぱ任天堂好きだよね。あー、任天堂なんか任天堂の考え方とかがいいよね、うんうん、その俺はずっとさ、このゲーム業界入ってきてさ、ずっとなんかニュース記者みたいなことやってたんだよね、編集ってよりか、うんうん、業界を追ってく記者みたいなのやってたから、やっぱ任天堂の発表するものはやっぱ俺らが考えてる、もう想像がつくものとは全然違うものが出てくるから、まあ 3DS とかさ、あれ下馬評っていうか出る前はさ、誰買うのみたいな評判もあったじゃん、うんうん、ありましたね。でも出てみたらね、世間に受け入れられてね、バカ売れ。そうそう、ね、最近ねスイッチだってさ、うん、スイッチどうなのみたいな向きもあったけど、た結局出てみればこんだけね品薄になって、ね、みんな買えなくなって、うちも2台目買おうかなっていうぐらい、ね、本当にあそこってゲームメーカーハードメーカーでもありおもちゃ屋さんでもあるから、どうやってね人を楽しませるか、そこはグラフィックの良し悪しじゃないみたいなさ、なんか芯が通ってるっていうか、企業としてすごい魅力を感じます。あ、尊敬にも私そうね。あと最近なんだっけ、ニンテンドーラボ、あれもちょっとさ賛否両論あるとは思うけど、俺は相当チャレンジングで俺は触りたいね。なんか子供に見せたらすぐ飛びついたもんね。そうですね、触ってみたい。ダンボールでね、そうそうそう、作ってこっち来ると思ったもんちょっとなんか戻った感じしますね、うん、そうなんか俺らもなんか童心をくすぐられるっていうか、うん、なんか子供と一緒に作りたいなってすごい思って、子供と一緒に作りたいなってすごい思って、はい、はい、長くなっちゃったじゃあ続いて、座右の銘を教えてください。座右の銘、よくなんか昔言ってたのは、うん、ケセラセラ。え、どういうこと？ケセラ。なんかスペイン語かなんかでしたっけこれ？なんかなんとかなるよみたいな意味。もうなんか歌しか知らない。ケセラ。そう。そういう意味なんだ。そうそう。なんとかなるよ。いいじゃん。なんとかなる。なんか俺っぽいでしょ。じゃあ確かにめくらさんもしかもでも今パッと思いついた感じはしますけどね、うん、なんとかしましたねこの場をなんとかしましたね。なるようになる、そう、なるようになるみたいな意味なんですね、あんま、そうですね、流れに身を任すっていうか、うん、感じなんで、めくらさんの座右の銘、ケセラセラ。まあなんとかなるんじゃないまあなんとかなるんじゃない今までもなんとかなったからか、なんかもうでも目黒さんが言うと説得力ありますよね。そう、なんかありますよ。まだ俺なんか、まあ、人生の半分ぐらいしか生きてないんだよ。だってミニコはもっと頑張れよ。あ、ちょっと違いますね必死ですから今じゃあ次は、はい、誕生日だからぶっちゃける話。さっきぶっちゃけたよ。メグロさんだからな、どんなぶっちゃけが聞けるんだろうな。ぶっちゃけね、俺、たまにあれ、なんだっけ、中目黒ジュニアが、ああたまにさ、イベントの時、ゲームショーの時とかさ、そうですね、あと東海にとかそうそう、連れてきてさ、うん、一緒に見てるでしょ。見てますね。あれ、なんて呼んでたっけ、小中目黒だっけ、なんだっけ、なんだっけ、いや、目黒ジュニアじゃない、目黒ジュニアじゃん。目黒ジュニアって呼んでましたっけ。いや、でもジュニアだよ。
ジュニア、ジュニア、目黒、中目黒、目黒ジュニアだった気がする。ほんと、あと2人います、あと2人います。全部3人。ジュニアではないけど、ジュニアではないけど、あと2人います。あと2人、じゃあちょっとこれまで聞いていいのかわからない。ジュニアは何歳でした？ジュニアは今9歳か8歳ぐらいかな。あ、じゃあ小学校 3年がね、はい、じゃあ3年生以下の子供が2人。はあ、3人。川口のビッグダディって言われてる。川口のビッグダディって言われてる。言われてねえよ。詐欺人だよ。普通って言われちゃうわ。でももうだって一番上はだいぶ分かってきてるじゃないですか、うんうん、残り2人がもうまだもう分からずの、まあ上もまだね、小3だから、小3か小4だからね、まだね、まだ、まあそうか、もうおちゃらけてるんだ、うん、でも一番かわいそうなのが、うちの息子が小学校で、うん、なんか父ちゃんの話とかになるじゃない、うん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 、うちの父ちゃん YouTube 出てんだぜとか言って嘘つき呼ばわりされてる。嘘つけ。かわいそう。かわいそうだよね、ちょっと、ね、ちょっとそれは、まあ YouTuber の皆さんとちょっと異質だから、そうですね、あれだけど、子供が思ってる YouTuber とはそうそうそう、ちょっとまたね、別なね、ものがあるのかもしれないですけど、ちょっとかわいそうなと思うよね。そんなジュニアに一言言ってあげてくださいよ。素直に育てよ、素直に育てよ。5年後に見せよ。子供が5年後に見せよ。いくつか質問したんですけど、はい、これが一番最後の質問。え、まだあんの？最後にね。何？この今毎日動画あるじゃないですか、うんうん、毎日動画をリニューアルするなら、うん、なんて名前にしますか。今毎日動画、今なんて名前だったっけ。編集長これ知ってるって。違うだろ、それ違う番組。間違えた。大塚門松中目黒これ知ってるだろ。編集長これどうでしょうですね。間違えた。これ知ってるとこれどうでしょう、これどうでしょう、編集長これどうでしょう。そうね、だって編集長全然ね、お仕事別件で忙しくてなかなか寝れず、他のメンバーが頑張ってくれてますけど、うそうね、何を軸にするかだよね、うん、ああ、もしじゃあ4月1日からまあ新規って、うん、ゲームを頑張りますと、うん、また初期に戻りますと、うん、なった時、うん、なんて名前にしますか。いやもうこれ知ってるしか思い浮かばなくなっちゃった。なんだろうね、ちょっとね、これみんなにも考えてほしい。そうだね、みんなあと内容についてもさ、あの YouTuber っぽいことをやった方がいいのか、ゲームをやった方がいいのかっていうのをもう一回議論しないといけなくて、そうですね、その YouTuber っぽいことをやるとなんでゲームメディアなのにやんだよって、そう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 、よくご意見をもらうでしょ、ね、それはもっともなんですけど、なんか週刊ファミ通でもすごいバカ記事とか、うん、そのモノクロページでアホみたいなこと やってて、なんか週刊ファミ通ってアホっぽいな、面白そうだなみたいなニュアンスを表現してたと思うんだけど、うん、それを表現するために毎日動画をちょっとリニューアルしたこともあったかな、ね、そういう風に難しいよ ね。今本当に岩田さん、うん、美子さんとなどいろいろな人とリニューアルを考えてるんで、はい、ぜひね、編集長のその新しい番組名とかね、難しいよね。だって普通番組名をさ考えねえよな、 YouTuber の皆さんね。タイトルとかだけでしょですね、きっとやってみたとかそういう、難しいな、ね、これ今度あれですよ、生放送とかでみんなで聞いた方がいいじゃないですか。そうねそうね、みんなで、やっぱみんなで決めればみん文句ないでしょ、だって確かにそうですよね、みんなで決めてるんだもん、うん、そう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 、だから皆さんもどういう内容がいいかちょっと下に書いておいてください。書いておいてください。そしたら参考にさせていただきます。いただきます。ということで、はい、目黒さん、この辺りで質問は終わりです。はい、長かったね。長かったですね、すいません、長くしちゃいました。いやいやいや、はい、はい、ということで1月29日は中目黒、目黒さんの34歳の誕生日ということで、はい、34歳になりました。じゃあ良き1年にしてください。それでは明日7時にお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。